はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイです。果汁 100% ステーキ絞り、グレープフルーツ味ですね。果汁 100% チューハイのピンクグレープフルーツ味ということで、これはすごいですね。果汁 100% の、チューハイがとうとう出たか。ね。アルコール度数 4% と、まあ、低めではありますが、まあ、ギリギリ飲める部類でしょうね。3% 以下だともう、飲む価値ねえけど。ね。果汁 100% 過去濃縮還元。原材料が、リキュール、あ、違う。グレープフルーツ果汁と、スピリッツと香料。製造者がアシードブリュー株式会社。販売者が富永貿易株式会社です。ということで。まあ、濃縮還元を使えばね、100% どころか、ね、だから 100% で 4% っていうアルコール度数 4% ですけど、4% 以上普通にいけるとは思うんだけどね。どうなんですかね。まあ、どうなんですかねっていうか、やっぱコスト的な問題であれなのかな。普通にアルコール度数比 7% でさ、果汁 100% のさ、チューハイ作れると思うんだけどね。まあ、なんでだって濃縮還元ですからね。乾杯。あ、ほんのり。これ炭酸だ。炭酸じゃないと思ってた。発泡性だ。炭酸だ。ほんのりね。ほんのり炭酸です。うん。あ、うまいですね。まあ、普通にグレープフルーツの炭酸バージョンみたいな感じで。これはもう、炭酸でアルコールと、ね、果汁 100% で炭酸っていうのもまず珍しいですからね。うん。あ、これ美味しい。もう普通ではありえないですからね。ソーダストリームとかに、ソーダストリームとかの炭酸作るやつに、もうジュースをそのまま入れて、本当はやっちゃいけないんだけど、あれをやるっていう方法しか、炭酸の 100% 果汁はできないからね。しかもそれに、さらに、下げ 4% 入ってんだから。ああ、これは、いいっすね。うん。これはいろいろと、すごい。値段もそんな高くなかった。まあ、若干高いけど、130円ぐらいだったけど、まあ、あれ、どんぐらいだったら150円ぐらいしたっけ？そんな高くなかった気するけど、まあ、100円ではなかったですね。ちょっと、うん、果実の持つ素敵な美味しさをそのまま贅沢に仕上げました。爽快な酸味が楽しめるピンクグレープフルーツ果汁 100% で作ったチューハイです。まあ特に問題ないですね。別に普通に、まあうまいんじゃないか。
最近ね、寒くなってね、本当に。15度とか、部屋の温度がね、まあ20度ぐらいはあるんだけど、それでもやっぱ寒いっすよ。外出ると15度ぐらい、雨降ってね。なんで、寒くってさ、チューハイもあんま飲みたくねえんだけど。まあ、こういう時は、やっぱ寒いんで、酒って寒くなると本当に飲みたくなくなるよな。全般。酒全般はさ、俺、あんま飲まないもんね。冬弱いんで。冷え性なんで本当に弱いんですよ。冬は。さっきからちょっとか、感じてたんだけど、これ、なんかしょっぱいな。なんか塩味がある。なんか、食塩加えられてないはずなんだけど、なんかしょっぱい感じがする。まあ、俺は逆にいいんだけどさ。なんか、ソルティードッグみたいで、いいんですけどね。ちょっとなんか、ほんのり塩が入ってるかのような味がするね。まあ、美味しいです。ただ、まあ特にまあ問題はないかな。なんかあるかなと思ったけど、特にないですね。まあ、強いて言うならアルコール度数もうちょっと欲しいな。5% ぐらいは欲しいかな。とは思いますけど。まあコク抜群。甘みはまあ、まあ、グレープフルーツジュースですから、そんなに甘みはないですよ。香りはまあ、十分あるしな。うまい！5244です。ご視聴ありがとうございました。